今日はルーカスオイルのヘビーデューティーオイルスタビライザーを入れてみます。このオイル添加剤は超ねっとり系です。こんな感じ。このねっとりでオイルが付着したままになり、ドライスタートを防止できるとか、これと超高級添加剤の PL500 を混ぜるとこんな感じ。すごい色。両方とも評価は高いようなので、少しでもエンジンに良い効果が出れば良いと思います。ちなみにこの2つ混ぜていいかは私はわかりませんので、真似する方は自己責任でお願いします。ということで、気になる方は2輪間で購入してみてくださいね。概要欄にリンクも貼っておきます。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。